アルケラオスはカッパドキアの最後の王である。アルケラオスはコマナの高級神官であった同盟の父アルケラオスとその妻グラヒュラの子であり、第一次、第三次、ミトリガテス戦争で活躍した将軍アルケラオスの彦である。紀元前36年、カッパドキア王アリアラテス10世を追い出したマルクス・アントニウスによってアルケラオスはカッパドキア王に据えられた。 アルケラオスは第二代ローマ皇帝、テベリウスの治世まで大いにあった。タキトゥスの伝えるところでは、テベリウスがロドス島に住んでいた時に、アルケラオスは一度も彼の元に指向しなかったため、テベリウスの不況を買い、別の機会でローマに召喚された時、テベリウスと元老院の弾劾を受けたという。アルケラオスの死後、カッパドキアはローマに吸収され、ローマの属州となった。 ユダヤ古代史大ザビカン一章集版の記述によると、彼の娘で祖母の名を継いだグラヒュラは、後に、ユダヤのヘロデ大王の息子の一人である、アレクサンドロスにと継いだ。ありがとうございます。